えー、こんにちは今日は単二章を読むの18回目になります、えー、今日取り上げるのは第13条なんですけどもこれは、えー、今皆さんにご覧になってもらうとお分かりでしょうが長いんです3つあるんです前回 1> 1をやったんですけどもねこのページの終わりから、えー、そうですね終わりの行までやりました。でどこかというと「うんここです終わりの行の」その「その神」ということですね「その神邪賢に」というこの前の「う将来師なり」です。 聡来しなりの聡来詩ね知らざることを仰せの聡来しなりということですね。でどうも難しいです。<laughs> 難しいけれども最初にちょっとコメントをしてもう一度読み直すとうん何か分かったなあという気があるのでですからあの読書百遍ではないですけども。 何度も声に出していくと、あるフレーズの部分がふっと腑に落ちるんですね。だからそういうのがなんかこう楽しみでやってるんですけども、1回で読んで分かろうとかね、えー、注釈書に頼って えー、注釈をと」と「参考に」というんですけど、えー、この「歎異抄」のねこの上私の上に「イアナミ文庫版があるんですけどこれさすがに今回読んだんですね12条で読んだのかな。うん、あの畜語的なな解釈ではないではいすねだからそういう意味ではあの参考程度で。 曲は原文をしっかり読むとということが大事ななのかなとそしてもう前回から私お話をしてますけども、あのー、意外と日本語でできたこの熟語というものはね、えー、前回も言いましたけどこの1行目の「三田の本願」なんてやつですね三、ね、田の本願。 このの本願というのは本は本当のとかね本来のとか本質のとか中,中,中心のというふうな意味ありますからねその本願というと本当の願い、えー、最も大事な願いというふうなことくらいでいいと。で不思議に追わせますば不思議は不思議でああねええー、思,おお思えないっていうのかな不思議とかね義もそうかな。 思えないし話もできないの不思議っていうで信じるしかないとかねまあ、さかそんなことないよねっていうふうなねなんかそんなような、えー、ことかなというふうに解釈をしていくと結構自分なりに意味がわかるようなねそんなようなことができますんで非常にありがたいと思ってます。で前のととところはどうもあのゆいえんさんとが新蘭と 新蘭先生と話をしたことをね、鍵ギ括弧で会話体で書いている。で私がこう言ったら、えー、こう一番大事なのはこれですよ。遊園坊はここですね。赤つけておきますよ。遊園坊は我が言うことをオーバー。信ずるかと。 親鸞さんがいろいろ言ってんだけど「お前はねあの死の私の言うことをお前は信じるのか?」っていうふうに聞くとねいろいろ言うんですよ。これもちょっと、うん、<laughs> よくわからないとこあるんでまた後で読もうと思ってますけどもね今日はこの終わりのところです。で前の流れは特にあまり気にせずに、ね「その神」でこの「神」も「その神」じゃけんは切れますね。 で原則は文節がつながらならいところを切ってて考えてんです神っていうのはいろんな意味がある。でこれも神っていうと神様とかね神っていうのは上と書いてその昔っていうふうな意味がねこう括弧6で中がありますけどその神邪見に,に落ちたる人ありとその神邪見に落ちたる人ありこれはその昔かなあ。 邪蛇っていうのもこれもねちょっと面白いでしょ邪っていうのは横島とかね悪いこと乱れる乱れる剣は見界ですねその神っていうのは昔かなその神邪剣に落ちたる人人あてあってかなうんその神邪剣に落ちたる人あってあって あてって、ね、よく「あって」っていうのをね「つ」が抜けたりなんかしてるんですけどね「人でしょうこれは」「悪を作りたるものを助けんという願いにて増しませばとてと」とこの人が言ったことでしょうかね「その昔」と言っときましょうか「その昔邪剣に落ちた人があってと」と悪い考えに落ちた人があって。 悪を作りたる者を助けんという願いとでこの願いはねこっからあるのかな悪を作った人を助けんという願いがあると助けんという願いで願いがくくれそうだと悪いことを生み出した者を助けようという願いで願いにてましませばとてましませばとてはあそうか。 その神邪けに落ちたる人はあって,って悪を作った者を助けようという願いで願いにて願いがあることによってこの「とて」このとてですねとは会話の「何とかといて」とか「何とかと」というねそういう受けになってわざと好みて悪を作りこれわかるね誰が悪作ったんだろうと。 往生の業とすべき良しを言いて往生の業業とすべき良しを言いて良しっていうのは意味です言いて、えー、どこまで読もうか考えておきましょう,う半分ぐらいでいいんだねようように足ざまなることの聞こえ遭来しとき 長いですねこれ全部ここかかってんのかなあなんか邪賢になった人がいて悪を作ったものを助けんという願いにいその邪賢の人を悪を作ったそのや邪賢の人がね助けようという願いがあったのでわざと好んで悪を作って往生の業とすべきよしを言いたいと。 救いができるような修行をさせようって言うんでしょうかね。うん、で「揚よ々うように」はとうとうかだんだんかよ々うように足ざまなることの足ざまなること悪い扱いをすることは聞こえそうろうしく噂で伝わってきたって言うんだろうか。ねえ。 「ご消息に」っていうのは何かそこで伝わった話の内容でしょうか聞こえることには「薬あればとて毒を好むべからず」と遊ばされて候楼はえー、時ご消息に「薬あればと言って薬があればいいな」と言ったのかな。ところが毒を薬があればいいと言って毒飲んじゃいけないよと。 と遊ばされてはおっっししゃってでしょう遊ばされ遭老はかの邪質をやめんがためなりあ切れてますねここでね邪質もさっきの邪腱とおと同じでしょう、えー、ご消息に何でしょうかね薬薬があればいいな薬があればと望んで毒を 飲んじゃいいかんよっていうのかな毒をあの好んじゃいけない薬,薬っていうのはあれかあの悪を作って悪が薬になればいいなと思ってあ言ってるんだけどそのそれを毒のように好んじゃいけないとつまりその邪質をやめるために悪を悪を、うん 悪を悪悪悪い人を何か救うために何か試しをしているんだよということかね。またまた悪は往生の触りたるべしとにはあらずこれもねまた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 っていうのは重ね重ね悪というのは往生、えー、の触りをだと思,思った。 えー、触りであるというわけではないとうん往生の障りっていうのは邪魔になるっていうことかね悪が、えー、あの悟りを開く邪魔になるに,に決まっているわけではないと自戒自立にてのみ本願を信ずべきは戒しめを持つ律を持つこの戒しめもね こういうことはあかんよっていうことをちゃんと従ってる。で、率は、えー、基準と言いますか、自分なりの、あの、規律の率ですからね。こういうふうに生きるんだという原則を持って。それによってのみ本願を信ずべくばと、ここ出ました、本願が。本願ですね。だから、一番目標とするものを信ずるならば。 我らいかでかでを離るべきやつまり本願をしっかり戒めに従い規律を持ってのみ本願を信じているならば、えー、いかでか生じを離るべきやと生じを離,ること離れることはないとなぜ生じを離れるだろうかとちゃんと生じの道が生き死にというか生涯を 全うすることができるんだとでかかる浅ましき身も、うん、こんなような浅ましい浅ましいって惨めとかわびしいとかダメとかね、えー、よくないでしょうけどね本願にあいたてまつりてこそ本願にあいたてまつりてあいたてまつりてだあいたてまつりてこそ。 下にってこんなふうに誇られそうろうと誇りを持つことができるとつまり悪,悪とかさっきの邪見ですね邪見邪質の人でもきちんと規律と戒めに従っていけば本願に会うことができて誇りにもなるだろうとさればとてだからと言ってからさればとて 身に備えざらん悪号は身に備えざらん悪業は身についてない悪い行いというのは「よも」世も作られそうらばじもの世もっていうのは確かね身に備え身にあの悪いものがついてなければまさかっていうのかな「よも作られそうらばじもの」。 そんなものがついてなければ、えー、うん気にしなくていいよということですかねさあもうちょいといきますまた話題変わります海川に網を引き釣りをして世を渡るものあこれは分かりやすいですね漁師さんかなねえー、野山に獅子を借り鳥を取りて 命をつなぐ共柄も、ね、漁をして暮らしている人、えー、あとはこ,こっちはの魚漁ですねでこっちは山で、えー、動物を取ってる人も飽きない重しあそうだまだ出た飽きないをしいというこれはあの商売ですね飽きないをする人田畑を作りてすぐる人ねえ ただ同じことなりあこの辺分かりやすいですつまりどんな人でも同じことだと自戒自,自立にてのみ本願を信じなさいと同じことだとさるべき豪縁豪縁豪縁でいいかな妄縁の模様を押せばそのような妄縁妄縁行縁 これもね修行でしょうかね修行の縁っていうのかな、えー、そういう縁があるのだからいかなる振る舞いもすべしとこそどんな振る舞いでもしたらいいよ商人は大勢宗来氏に商人親鸞商人はそうおっしゃったんだからだ,だから当時は ごぶりしてですよからんものばかり念仏申すべきように。ご聖者っていうのはなんか金持ちみたいな人かな成り上がった人かなそんな人ばっかり念仏してたと。だから今挙げたような普通の人がね、えー、誰でもいいのにそういう人じゃない普通じゃないちょっと、えー、成り上がったような。 ごせしゃぶりっていいううのはそういうことみたいな気がしますけどね念仏すべきようにあるいはあ長いなここねもうちょいで読みやめましょう。念仏申すべきようにあるいは道場に張り踏みをしてどういう道場でしょうか。だからそういうお金 余裕のある人ばっかりその念仏しろよと言ったたりしたとところがもう一つは道場に貼り、まあ、ポスターみたいなの貼り出して「何なんのことしたらんのをば道場へいるべからず何度ということここです、ね」これこれこういうやつじゃなきゃ道場へ入れないよっていうふうなことをしたと。何度ということをしたのはひとえに 健全精進の層を他に示してと賢いよ,よいこと精進の層他に示してうちには苔を抱けるものかこれ聞きましょうつまり外の人に向かってこういう人でなきゃいれないよなんていうことを言ったってうんでしょうかねそういうことをするのはうんあかんと。 ごく普通の人が誰でもあの近寄れるようなものだよということを新蘭さんが言ってんのかな <laughs> もう一回読み通して終わりにしますその神邪権に落ちたる人あって悪を作りたる者を助けんという願いに手増し増せばとてわざと好みて悪を作りて 王女の業とすべきよしを言いて「よう,ようにあしざまなることの聞こえ将来しときご消息に薬あればとて毒を好むべからず」と遊ばされて騒老は「かの邪質をやめんがためなりまたまた悪は王女の触りたるべしとにはあらず」。 自戒自立にてのみ本願を信ずべくば我らいかでか庄司を離れるべきやかかるあさましき身も本願に相立てまつりてこそ下に誇られうらえさればとて身に備えざらん悪行は世も作られそうらわじものまた海川に 網を引き釣りをして世を渡る者も野山に獅子を借り鳥を取りて命を継ぐ友柄も商いをもし商いをもし田畑を作りてすぐる人もただ同じことなり去るべき剛縁の催せばいかなる振る舞いもすべしとこそ 商人は大瀬総来氏に、当時はごせしゃぶりしてよからんものばかり念仏申すべき,申すべきようにあるいは道場に張り踏みをして何なん,なん,なななん,なんのことをしたらんもをば道場へいるべからずなど何度ということひとえに健全精進の層を他に示して。 うちには苔を抱けるものかというところですありがとうございました